どうも、マイアです。今日はですね、今4月、この動画を撮ってるのが4月、9日なんですけれども、現状、今の季節で、僕いつも、夜間の、単発ですね、3時間オファー、4時間オファーを、配達、Amazon Flex さんで配達してるんですけれども、まあ、実際どれぐらいの荷物の量を、今配達してるんだっていうところでですね、ある程度の数字の統計も取れてきたので、平均値も出てきたので、まあこれから始めたい人向け、もしくは、副業でやりたい人向けに、夜間の配達の、荷物の量とかを、本日はお伝えしたいと思います。ではですね、もう早速なんですけども、まあ、バーンと出しますね。ちょっとホワイトボードみたいなの買ったんで、ちょっと見てください。はい。まあ、これは私がですね、もう約もう10回以上は回ってんのかな。3時間オファーとか4時間オファーを、関西で今回ってるんですけども、その中でだいたい平均値、個数出てきました。一応3時間オファーの場合が、6時半から21時半とかのオファー。が多いんですけど、だいたい荷物がですね、今までの平均値では12個から18個ぐらいの荷物ですね。はい、どうでしょう。めっちゃ少なくないですか。で、4時間オファーなんですけど、4時間オファーが、だいたい6時から夜の10時までのオファーで、だいたい15個から27個ぐらいが今までの、平均値。に私の平均値になってます。でもちろん初心者期間に関しては、もっと少なかったですよ。4時間オファーとかでも8個とかという時もあったんで、ただ初心者とか始められた方、 Amazon Flex 始められたばっかりの方とかは初心者期間っていうのが大体5回か10回ぐらいあると言われているので、その期間中は、逆に長いオファーとか受けた方が荷物少なめで報酬ちょっと多めとかもらえたりするので、ちょっとそれもおすすめかなと思います。はい。で、まあ、この荷物に関しては、正直に、本当プロの方とかだったら、これぐらいの量をちゃちゃって終わっちゃうかもしれないんですけど、まだ始めたてで、まだ1ヶ月ちょっとしか経ってない、僕でもですね、例えば、6時半から9時半までの、3時間のオファーだったとしても、僕は家から大体、ほとんど関西にある大きなステーションっていうのは、大体、家から4、50分ぐらいかかるんですよ、下道で。全部ちょうどね、ちょうど中間に住んでるんですけども、なので普通だったら例えば9時半に終わったらそっからお家帰ろうと思ったらやっぱ10時過ぎちゃいますよね。なんですけど、大体そのオファーが終わる、例えば6時半から9時半の9時半までにはもう家にいるような感じです。大体ほとんどがですね。なので、まあ実質は3時間オファーでも3時間を配達してないようなレベルですし、配管率もですね非常に高くて、現状で90後半、87% ぐらいは行ってるので、まあ、非常に長いので、夜っていうのはもうこの未経験っていうか未経験始めて僕でも、まあ、すごい楽だなというところでございます。はい。で、一応なんかあといろいろデータっていうか統計取ってたので、その検証結果っていうのもですね、また次の動画とかで合わせて、夜の配達、夜間のAmazon Flexさんも別に悪くないですよというかね、結構メリットありますよっていうところでも動画作ってるんで、そちらもぜひご覧いただきたいと思います。でですね、ただちょっとこれでまあ終わってもいいんですけど、まあ、なんでこんな形でやってるかっていうとね、まあ、そもそも僕なんぞやお前みたいな話じゃないですか。君誰なのみたいな話でね、こんなわけわからんこう10年の10年のおっさんがね、こうなんかいろいろ動画でね、こう経過物始めてとか案内してると思うんですけど、まあまあちょっとそういう意味でね、まあ、ちょっとだけ3分間ぐらいでね、僕の自己紹介だけ簡単に、今更なんですけど、まあ、せっかくなんで、ね、見ていただいている方もいると思うんで簡単にさせていただくと、僕はですね、本当にざっくりいきますね。僕は基本的にその中卒です。中卒で高校も途中で辞めちゃったんですけど、でこう経過物とかこういうのもちろん初めてなんですけど、で、23歳ぐらいから、まあ、業務委託っていうのをね、大阪に、九州出身なんですけど、大阪に10代の時に来て、いろいろ横のつながりで業務委託を始めて、で2年業務委託をやって、25歳の時に、東京に行きました。東京にね、その業務委託の仕事で行ってくれへんかって形で東京に行ったんですけど、その業務委託の影響でそこから派生してちょっとバブリーなこともあったん で25歳で一応独立します。一番初めて独立しました。でもちろんそれは個人事業主とかじゃなくて法人企業を起業しました。はい。でもちろん従業員も複数人ですね、小さい会社を立てて、やったんですけども、
で、その、そこで約3年間ぐらい、28歳ぐらいまで会社を東京の方で経営してたんですけども、で、それでですね、この業務委託ももちろん続けてましたし、プラス、こう、いろんな考え方を持ってたので、ビジネスとして持ってたので、それで、いろんなことに投資したりとか、いろいろして、はい、で、失敗して、はい。で、まあ、もちろんその、大変な時期もいろいろ味わって、で、それで、結局、28歳かな、3年目ぐらいですかね、まあ、会社を倒産することになりまして、で、残ったのが、まあ、借金が大体、まあね、恥ずかしながら、まあ、大体1000万弱ぐらいの借金だけ残ってしまって、いう形なんですよ。で、そこから、まあ、もちろん返済しながらとかね、いろいろ銀行さんとかにお金、まあ、自分の出資してたお金も入れるとね、もしかしたら1000万円で使ってるかもしれないんですけど、まあ、いろいろその、投資っていうんですかね、新しい新規事業にこう投資して失敗してしまったっていう経緯があるんですよね。で、一応その頃から、ずっとこう持ってる考え方っていうのがあって、これはその会社を建てる建てないとか、別個人事業だろうがフリーランスだろうが、一般の仕事をしてる人たちとかも一緒だと思うんですけど、なので、まあ、ちょっとここはどこかで簡単に書いてあって、これが僕がいつも考えてる考え方なんですよ。っていうのが、まあ、言うかな。こんな話をね、こう、なんていうんですか、何も知らないような若造が説明してたら、お前舐めとんかってなると思ったんで、今簡単に、説明したんですよ。で、僕は何の成功とかもちろんしてないんですけど、一応、ずっと持ってる考え方で、動いてる動き方があるんですけど、で、それが、この考え方で、で、ずっとこう、リスクヘッジっていう考え方をね、やっぱ失敗してる身なんで、説得力あると思います。1000万以上のね、借金かかるから失敗してるんで、そのリスクヘッジっていうのは僕は、取ろうとして失敗をしちゃったんですよ、過去に。リスクヘッジを取ろうと思って、もともと業務委託をやってたんですけど、他のに手を出そうとして失敗しちゃって、多額の借金を抱えてしまったっていう過去があるんですけど、このリスクヘッジっていうのは、ポートフォリオって言って、資産分散っていう、お金関係ではポートフォリオっていう言い方があるんですけど、資産を分散してリスクを少なくしましょうっていう考え方があるんですね。一箇所にお金を預けてても、万が一その銀行が潰れてしまってお金がね、なくなってしまう考えが、ケースがあるよっていうのは、まあ、大げさに言ったらそういう考え方があるんですけど、まあこれ仕事にも通じてて、この考え方ずっと持ってて、今でも実行してるんですけど、まあ、例えばですけど、僕の場合ですよ。僕の場合は、今は、もともと業務委託。これ通信関係の業務委託、インフラ関係の業務委託を持ってるんですけど、が一件と、で、この遺品整理っていう、仕事ですよね。仕事を持っています。で、経営化も始めてますよね。で、YouTube に関しては全然収益とかゼロなんで、ないんですけど、この3つを持ってるじゃないですか。で、こう仕事を分けることは当たり前のように皆さん思ってるかもしれないんですけど、ただこの分け方っていうのがすごく大事で、これ全部関係ないんですよね。関係ない業種。わかります？種類。で、何が言いたいかっていうと、例えばなんですけどね、ここ、が飲食店でやったとするじゃないですか。飲食店の、例えばバーやってます。じゃあバー、多角的にじゃあバー以外でやるって言って、じゃあ次、ここでレストランやってみようかなって。レストラン。で、レストランやりながら、もうちょっとお金欲しいし、もうちょっと違うジャンルもチャレンジしたいってことで、じゃあ、ラーメン屋を出すとするじゃないですか。で、これって結構ありがちなんですよね。飲食店の経験者とかが、結局それを経験してるわけじゃないですか。その、自信もあるわけじゃないですか。なので、別にそれで店舗数を増やすのはいいと思うんですけど、ただ、それだと、結局その飲食店なんで、これ、わかりやすく言っても、コロナの影響ですごくわかりやすいと思うんですけど、結局何かがあった時に全部潰れてしまうっていう考え方なんですよ。その同じ業種をまとめてしまうと。なので僕もその1000万借金を抱えてしまった時はコロナとかじゃなかったですけど、通信関係の業務委託からもう一度別な通信関係のアプリ事業とかに投資をしたんですよ。で、その時って僕この業務委託の通信もすごい調子が悪い時期があって、で、そのアプリもすごい調子が悪くなってっていう感じなんですよ。なので、この考え方。だからこう、ジャンルが違うことをすることによって、じゃあ仮に今、こっち、業務委託でコロナで影響を受けても経過物順調ですよね、みたいな。で、こっちもどちらかというと業界的には、遺品整理士も、不景気にとらわれない業種ですよね、っていうところで、まあ、すいません。ちょっとこっちの方が長くなってしまったんですけど、こういう考え方が僕の根底にあるので、一応まあこういう検証動画とかで、
まあ、僕みたいにね、あの失敗、お多額の借金を背負って、もちろんね、今も家族もいるんですけど、はい、まあそういうことをこういう30代今前半半ばに差し掛かろうとしてるんですけども、もちろん20代半ばで早くでチャレンジしたから今となってはまた新しいこういろいろできる、だから失敗は早い方がいいよ、若い方がいいよっていう言葉も生まれたと思うんですけども、でもね、いろんな年齢の方、別にいつ独立してもいいわけじゃないですか。何歳になっても50歳60歳になってもチャレンジしていいわけじゃないですか。ってなった時に、ね、こんな若造が何言ってんだって思われるかもしれないんですけど、一応ただこの考え方をもとに何かされる際は、まあで何かしてる人たちは当たり前かもしれないですけど、今後独立とか考えられている方は一応こういう考えを持ってねされた方がいいと思いますし、一応僕もこういう考え方が根底にあるので、一応皆さんには、こう検証動画とかあえて上げてる理由っていうのは、ちょっとでもそういった時の参考に、ちょっと収入の参考になればなと思ってこういう動画を上げてるっていうのが一応経緯になります。すいません、最後までもし聞いていただいた方、すごいありがとうございますっていう経緯なので、まあ今後またどんどん検証動画と上げていきますで、そういった僕はね、まだ簡単、こんな何ですかね、自虐的な自己紹介になっちゃいましたけど、まあ今後もね、こういうこと言っちゃったんであれですけど、まあどんどん楽しくね動画見ていただければと思いますんで、はい、ということで今日はねこれで簡単なご案内動画終わりたいと思います。次回はちゃんと検証した動画あげますんでね、楽しみにしていただければと思います。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。